TV の三田市ですまあゴールシーズン本格ということでですね今でこそまだこれだけね今今日がまだ10月の頭ですのでまだこれだけラフが深いという部分でまあ、結構ですねその今まであんまりこうスタンダードなショットは結構三橋 TV でも配信してきたんですけどもえっ、ー、とまあちょっと特殊なショットも、えー、ちょっとやった方がいいかなと思いましてまああのいわゆるこう。 フラップショットとかロブショットとかって言ってですねやっぱり球をこう高く上げなければいけないで、まあ、ある程度こう高さも出しつつですね球も止めなきゃいけないという状況です当然のことながらフェースはこう開くんですけども、えー、とこれはね結構あの多くの方に見受けられるのは開くだけでクラブをこう振ってこう全然当たんないみたいなフェースを開くことが苦手な人もいらっしゃいますし逆に開いてえー こう落とししてこうやってこうバンカー越えないみたいなえいうこともありますでえっ、ー、とー特にこう球を上げて止めるいわゆるこう球が上がるっていう前提の時点で高さは出て球は止まるんですけどやはりこう球が上がるってことは言い換えるとスピンがあんまりかかってないんですね。でスピンがかかってるショットっていうのはもう少しこうフェースに長いことこうくっついてるので上がるっていうかどちらかというと,ちょっと低めに球が出てキキュッてこう止まるんですけどやっぱりこう深いラフで球を 上げなきゃいいけないなおかつ、えー、止めなきゃいけないというときに、えー、注意してほしい点がいくつかあってまず1つは、まあ、もちろんフェースは開くんですけども感覚としてはバックスイングして振り抜いたときにあんまりこうヘッドをこう極端にこう走らせないことの方が、えー、と意外と球は上がって止まります。どういうういことかとか 止めてあげた方がショートサイドでピンがが近い時にこう球を止めることができますで多くの人はこうインパクトでこう、まあ、ピンが近いんでねこう緩んでしまってダノボトシになったりするんですけどもピンがち例えば近くてロブショットを上げたい時はこうヘッドを振り抜くというよりかはどちらかというと大きく上げてこう止めてあげた方が明らかに球が死んで。 えー、球が止まってくれます、まあここまで距離があればね止める必要はないんですけどこれがもしショートサイドの場合は近い距離の場合はできるだけこう止めてあげるという方が、えー、インパクトが緩まないし、えー、結果的に球がポンと上がって、えー、いわゆるこうちょっと球が止まります。でまあプロの世界では結構こういうアプローチを、まああのー、ポッコンみたいなポッコンショットみたいな言い方をするんですけど強制的にポッコンってこう球を上げて。 えー、球の勢いを殺すというショットですけども、えー、普通に考えてこうやって <laughs> 抜いてしまうとですねやっぱりこう球の高さというよりかはこうだるま落としの危険性があるので、えー、どちらかというとインパクトでこう止めてあげてちょっとこう、えー、出だしからポンってこう上げる打った勢いでポンって上げるような、えー、イメージであると結構ショートサイドピンが例えばピンが近くて砲台、えー、グリーンでラフが深くて下り傾斜。 上がってすぐ止めなきゃいけないという時には、えー、できるだけヘッドを振り抜かない方が実は球が死にます。でその時にインパクトの瞬間に、えー、このまあ、えー、三ツ TV でもいつも言ってますけどもフェースのこのかかと部分をですねかかと部分を地面にドーンってこうぶつけてあげるとヘッドがこう落っこちないように。 地面にポンってぶつけてあげると玉がポコンと上がって、えー、死に玉っていって玉が、えー、殺せるような玉が打てるのでぜひですねこう例えばピンが近い例えばそうだなじゃあまあそこら辺のここら辺のボールここら辺のボールに対してこの深いラフから打とうとした時に向こう上がってポンってこうやって止めてあげると意外とこう玉が死んで。 えー、すぐこう止まってくれるので是非こういうちょっと特殊な技術なんですけどでもこれも覚えておくとですねラモトしの危険性も少ないし飛びすぎる危険性も少ないので是非ですねこういうポッコンショットをですね、まあ本当にあのポッコンショットを是非皆さんちょっと練習していただくと、えー、振り抜かなくても意外と球がポーンって上がって球が死んでくれるので是非こういうことはですね練習されるといいかなというふうに思います。